メリークリスマス。うわ、なんか良さそう。メリークリスマス。コバじゃねえ。わしじゃ。言うと言いますじゃの。異物混入してる。なんだこいつ。クリスマスだけ出勤されてるんですよ。ヒゲは鎖骨出さないで。いいめー屋内でよかった確か僕がやったら捕まってきたんでゴリゴリに。マジで今日のアジア先生、何やってるかというと CP 交換会バスケ対決だ。ちょっとやめてよ、本当にやめてよ。いいよ、ガチやめて。あれが嬉しい。どんな企画かって言いますと、はい、5人でスリーポイント対決をやっていただきます。はい、最初に抜けた人からクリスマスプレゼントを選べるというルール、はいはい、僕が一番最初に上がったとしたらメンバーの中から僕はユウトのプレゼントがいいっていうふうに選べるんで、はい、先に決めた人が有利な企画になっております。はい、皆さん一番最初に上がれたらちょっとこういうの人のもらおうかなみたいなあります？相場ユウトはないね。おいおいおい、去年もらってるからこそ分かる。去年何だったっけ。去年なんか5個ぐらい。結構待ってんねん。5個中3個は使ってない。1回も使ってない。そうだ、私3個は1回も使ってない。そうだ、前回は上限3000円だったんですよ。はいはい、今回5000円に変わりました。レベルアップ。決めた方から選べるということで、あのみんな集中してスリーポイント対決やっていきましょう。はい、はじめもいるから、なんか視聴者さんもね、はじめくんのバスケ姿見れるっていうのもこれ楽しみの一つとして見ていただけたらと思います。はい、僕たち4月10日3周年記念ということでチャンネル登録者数30万を目指しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。せーの、最後。今回あの高校とかないから決めた順だから先行超有利。あ、そうです、そうです。先行超有利。あー、先行超有利。もういつすげえ。はい、ということで勝った順番になったんで、はじめが1番、2、3、4、5ということで、はい、やっていきましょう。おーい、俺が1番で、何すればいいですか。確かに、結構初めてだったな。それでは1人目の初めの挑戦です。お願いします。来た。すごい、素晴らしい、ナイス。やばい、ちょっと脇毛剃ってくるの忘れたけど。どうしよう、やばい、普通にシュート打てない。レディゴー。高田さん、うわー。俺はね、12月25日聖なる夜に動画が上がってるということでね、皆さんどうお過ごしでしょうか。今見てる、もしかしてカップルなんかと見ちゃってる可能性もあるのかな。ねえ、なんかね、そこの君ふざけんじゃないよ。ねえ、ふざけんなよ。クリスマスカップルで過ごしてんじゃねえよ。フィギュア代表秋田の挑戦です。お願いします。え、あー、スリーポイントシュートを一発で決めるで有名のコバです。まあこの企画では、全然皆さんに多大なる迷惑をおかけしたと思ってんのね。ちょっと待ってくださいね。おい、そこの娘。そこの娘。娘だね。おい、よくねえぞ。おい、どけんな、そこの娘。おい、そこの娘。おい、そこの娘。娘、おら娘、おら見せろ娘。見せらんないから、見せらんないから。娘、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 一発で決めてやるからな。はいはい、お願いします。うまい、うえぇ、うまい。ということで、コバが2番目に抜けたので、コバは2番目にプレゼント選べます。よし、メリー。はい、メリーゴー。やっぱりヒリアの人たちと同じことやっててもダメだと思うんで、やっぱ僕こっちから打ちます。え、こっから打って一発で決めてこそ真のイケメン、 お願いします。本当に、それは真のイケメンになれるかユウトの挑戦です。ありがとうございます。決めます。
12月25日にカップルと過ごすというこの俺の日本の腐った風潮を俺が止める、俺が食い止める。やっぱりね、あの日焼けの人と差をつけるためにみんな上から打ってかっこいいけど、俺は下から打ちます。え？うわあ。いきます。やった。考え方改めます。すべてのカップルに幸あれ。おお。やっぱりお前と目離したくないから俺お前のこと見ながらつわ。選んでいく順番は、はじめ、コバ、チカヤ、アギト、ユートの順番で選んでいきたいと思います。はい、それでははじめから選んでいただきます。はい、誰選びます？チカヤです。あー、なるほど。去年チカヤにあげたんで、うん、私はチカヤからもらおうかと。いや、ね、これおもろしろい。今もっと悩めよ。一択です。はや一択だった、はい、じゃあちょっと持ってきていいですか。はい、お願いします。プレゼント持ってきました。おっ、僕が持ってきたのはこちらです。これね、去年ね、初めニューバランス買えてるんですよ。これなんか運命感じるな。うわ、ニューバランス、僕ニューバランス。うわ、やった。開けます。開けてください。モコモコだ。え、モコモコです。リーズセールか。おー、これもちょうど1個で5000円でした。おー、はい、決めんのか。いけてるやん、いけてるやん。いいめっちゃいい、めっちゃいい。いけたちょっと撮影でも着れつつ、私服でも着れる感じの選んできました。はいはいはい、これは嬉しい。エルミーね、はい、ナイスショッピング。俺欲しかった、それ。これいいじゃん。いい。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。やっぱプレゼントっていいね。いいな。やっぱ。いいな。うわ、どっちにしよう。あ、そっか、前回俺アキトだったから。じゃあ俺初めにします。あー、いいじゃないですか。初めにします。僕が選んだ商品は初めでよろしくお願いします。はーい、イエイ。はい、行きまーす。はい、来たー。はい、来ましたよ。じゃあ僕からのプレゼント、メリークリスマス。うわ、なんか良さそう。絶対なんか良さそう。この感じか。うわ、てれーおい、うぃーニューバランスのジャケット。違う、パーカーか。これめっちゃいいじゃないですか。これは着れまくる。あーこういうのか。パーですね。めっちゃいいやん。いいやん。めっちゃいいやん。めっちゃいい、めっちゃいい。ひどんのやめろ。最高。うわ、これいいわ。ありがとうございます。あ、じゃあおめでとうだね。初め選んでよかった。ね、メリクリー。え、残ってんだよ。はい。あ、そう。どっちにしようなんだじゃん。俺がコバ選んでも自分のなっちゃうから言うと。ああ、そっかそっか。俺がアキト選んでも自分のなっちゃうから。お前自分のよ。アキト、アキト。おめえと。自分のよくないだって。おめえと、おめえと。おー、ええ。ユートだ。おー。私はこいつ違うんだ。逆に5000円分いらないものなんて買えない。逆にむずいよ。難しい。ユートは誰だったの。ね、うわ、後悔しそうだけど。どうぞあげてください。え、私のプレゼント。え、何だこれ。靴じゃね。靴切ない。靴結構攻めてね。タイルとかね。靴じゃない。え、靴じゃないの。何、違う。なんだこれは。靴じゃねえ。なんだなんだ。え？こちら。編集などで疲れているであろう首をマッサージしたり温めたりする首マッサージャー。
予想としなかった高いんですか。あ、これ5000円ぐらい。おお、じゃあ結構いいやつなんだ。編集の使いやすいやつ。でも編集しないです。確かに確かに。編集しないやつに待たせた。でも俺もあのパソコンいじってるから。確かにマジ疲れるよ。ちょっと使ってみてよかったら報告します。インスタで。俺まだ分かんない。でも俺結構ヘッドホンつけるの。うん、邪魔なの。おっとっとっと。ヘッドホンつける。首邪魔だ。ヘッドホンだろ。バチバチなってんだ。相性悪いね。相性悪いね。首にかけるタイプ。首かけるから。これで音楽聴けるんだったら全然いい。全然いい。これ音楽聴けます。ええ。嘘です。嘘かい。いやでも嬉しいわこれ。うん。うわ今年はこいつボケてなかった。ああ今年は今年なのか。ギャンブル成功です。ありがとうございます。ナイスメリクリ。メリクリ。メリクリ。これめっちゃいいやん。で、アキトが選ぶ番なんですけど、自分の選べないんで、マキトはコバの、ユウとワキトの確定になりました。なんかうん。まあ持ってきます。一旦持ってきます。あれ。はい。プレゼントということで、あんま自分が買わないようなやつを買ってきた。あー、なるほど。それがプレゼントだ。はい。でも、欲しいんでしょ。いや、俺めっちゃ欲しい。いや、いいじゃん。どうぞ。おっと入っちゃってんね、俺。枕。おー、5000円のいい枕です。どう枕。すごっ。すごい。使ってみてだけど、めっちゃいいと思う。使ってみて。いいね。すごい。これナイス。よしよしよし。めっちゃ嬉しい。ナイス。ありがとう。よし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 。めっちゃ嬉しい。ノボケね。はい、ナイスメリクリでした。嬉しい。いい商品、いい商品。嬉しい嬉しい。じゃあ最後、確定されてますけど、アキト君がユウトにプレゼントです。でも俺、アキト選ぶと。あ、そう。期待してます。任せちゃってくださいよ。何が来るんでしょう。先に言っていきましょう、はい、全くボケてないです。おお、ガチガチのプレゼント持ってきました。いいじゃない。言うとメリークリスマス、こちらです。何これ。なんだこれ。なんだこちら。電熱ベストです。電熱ベスト、はい、聞いたことない単語でいた。あのもうじゃ中に着てて温められる。そういうことです。めっちゃいいと思う。充電して、で中でもうあったかくしてくれるっていう。すごい。ヒートテックの上とかに着て、はいはいはい、その上 T シャツとか着て、はい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 、やるともう中からあったかい。何これ。なるほどね。撮影の時とかも撮影の時とかもう中に着るっていう感じ。いやで、暑かったら消せばいい。確かに。そうそうそう。素晴らしい。ありがとうございます。ナイスショッピング。この冬こいつがあったら乗り切れんじゃん。確かに。ナイスショッピング。ナイスショッピング。おめでとうございます。ありがとう。はい、全員分のプレゼントが行き届きましたね。はい。3000円5000円のが全然いい。全然いいね。5000円ってやっぱり選べる、ちょっと、うんうん、やっぱりあのプレゼント交換っていうのはテンション上がりますね。上がります。視聴者の皆さんもね、友達同士で、まあ、上限金額を決めてプレゼント交換でしてみたら楽しいんじゃないですか。うん、ぜひやってみてくれ。やってみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、コメント、高評価、インスタグラムフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ジョニー、今日も見てくれてありがとう。クリスマス何して過ごしてるかな。明日の動画はベーランリレー負けたら即ラーメンせーの最高。